皆さん,んさん、こんにちは。大橋ろこです。そして、相場志郎さん、こんにちはい。どうも、こんにちは。さあ、はい、2023年の株式相場展望パート2ということで、はい、今回のタイトルは、売りに備えろ。はい、はい、売りに備え。はい、ということは、下がるかもしれない、えー、ということですね。はい、ちょっと、あの、言いましょう。はい。えー、見ていただいているのがですね、総合警備保障の突き足です。はい、突き足で見ると、 えと実突き足で、えー、やる必要があるのはこのお1個前の動画でお話をしました、はい、たくさんの人が関わっているので、えー、そのトレンドはですねなかなか覆らないとということですね、うんはい、ですからトレンドを信用していいと、はい、これ見ていただきたいんですが2016年から、えー、2020年まで22年までですか12345677年間総合警備は6000 近辺まで行くけれども下がる、はい、でこれあの移動平均線ですから実際のローソク足は多分6,000円いってると思うんですね、はい、でまた下がってまた6,000円いって最後はもう上がらなくなって無駄な抵抗だって下がっちゃう力尽きた力尽きたと、はい、そうすると過去7年間やっぱり6,000円に行っても下がる6,000円に行っても下がることを繰り返すということは、えー、世界中の投資家があるいは日本中の投資家が総合警備保障に対する評価は6,000円がまあ今のところ 限界でで総合警備は例えばですね、うん、もう一つなんですけどセ,、ね、セコムを買収して、はい、かつ、えー、社員が倍になりますからそれが半分になった時は多分もっと上がると<ー>でもそういうことでもない限りはこの会社の持つ力は6,000円なんだという,うこういうものを狙っていくと、はい、空売りを入れて一時的に上がったとしてももうかなり限界まで来ていますから。 やはり下がってしまう可能性が高い。はい、そういう銘柄は非常に安全に、あのトレードができるということですね。はい、で、実際、私もここ空売りをしました。ただ、これ七年間ですから、七、はい、年間空売りの玉を持つっていうのは非常に。売買、はいえー、も複雑ですし、資金も出てしまいますから。こういうなった銘柄が最後で力尽きるあたり、はい、力尽きるというのは。 えー、緑がですね紫と青の下に入ったぐらいがちょうどいいよね。ちょうど下がり始めるとこでやると、はい、とてもよくてじゃあこれをですねもっとトレーダーがトレードしやすいように、うん、この左側に赤の5か月移動平均線を入れました、はい、そうするとこう見てください5か月はここまで上がって下がって、はい、やっぱりここまで上がって下がって、はい、ここまで上がって下がって最後上がらなくなる。 これですよ。はい、この短期線入れるとわかりやすい。わかりやすいでしょ。はい。あの昔ね、あの私は小さい頃ってさ、昭和三十年代だからゴキブリがいたわけど家に。で叩くでしょ。はい。すると死んだからと思ったらまた動くわけ。でまた叩くでしょ。はい。するとまた動くわけ。これね天井圏の動きってのはゴキブリって思い出していただくとなかなか死なないわけなな。なかなかしつこいんです、ね。す、うん、い。でここの辺がやっぱ死んだとこだね。はい、うん。この辺を狙われると比較的あの売りを入れてね。 えー、早くく下がっていくかなと、はい、でその下に週足があるんですが、はい、実はやっぱトレーダーにとって月足トレードって非常に難しいわけで週足を見ていくとですねこの赤い線、はい、どうもこの5,000円を気にして、えー、止まっている値幅のとこですねこのバンドが上げ下げを7年間繰り返して、うん、結局5,000円で止まるまた6,000円5,000円で止まる最後5,000円を割ったところ、はい、ここはもう 受給関係が完全に崩れて、はい、私なんか、あの、孫がいますから、運動会行くじゃないですか。はい、ふと、綱引き引くでしょ、はい、最初は左右に綱が触れてますが、最後どっちかにうわーっと動くわけですよ。はい、綱引きやったことありますかちっちゃい頃、うん、ちっちゃい頃ね、はいまあ。まだちっちゃいですね。<laughs> えー、で,で、綱引きでばーっと行くところが多分これ5000円。うん、この5000円の限界終わったところと。はい、ですから皆さんは、上がりき で月足ベースでこれ以上いかない銘柄を来年は選定していただいて、うん、その中でも特に、えー、週足ベースでこういうここですね、はい、ネックになる価格帯を見つけて、はい、そこを割ったところでえいっ入ると、うん、でこれをですねもうちょっと詳しく見ていくとこれ今度はねロソク足を入れましかな見ていただくと、はい、見てください、はい、先ほどの先ほどのこの天井圏の揺れ動きを、はい これはですね、ここですよ、この後半の最後のところ、この最後のところを見ると、ここですよ、ずっるんって、そうするとね、1回5000円で止まって上がって、5000円で止まって上がって、何回も止まるじゃないですか、最後ね、完全に割っちゃうところ、これは紫と青が5000円を割ったところが、青が紫超えられないところ、ここから、これ、ずっと売るわけです。で、ここで1回、手じまう人もいるかもしれませんが、大丈夫です。 えー、基本的には持ってって大丈夫です、はい、それはまあ赤を赤を見ながらいろいろやっていくまあそいれつれ難しいことあるんですが、はい、例えばじゃあここで一回手締まってもう一回売っていくというところがですね3,500円になると、はい、先ほどご説明したように止まって上がって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 ,止まって,上がってで今止まってるんですね。はい、ですからここは一つ何らかの、うん、まあ一旦は上がる。はい、ただしこれは 突き足を見ていただいていようにこれ大橋さんが打ち合わせのとこに言いましたがもう天井から下がりきってますから、はい、ここの3,500円で一時的に上がったとしても、はい、ここまで上がる力っていうのは結構難しいです、はい、5,000円から上に行くのは行けるけどもう割っちゃってますから、はい、行って4,500円とかどんなに行って5,000円ぐらいで力尽きちゃう,、はい、う移動平均線がこれ上がる順番の逆になってますから。はい つまりここからの上げは一時的な上げと。つまりこの後上げてきたらですね。はい。次の下げを狙って売っていくとまた取れますね。うん。というように二同意し。相場さんはでもここで買いも取るんですね。買いも取る。買いも取ってまた今度売りも取る。そう。あのスケベですか。ら。全部取る。はい。あスケベじゃない欲張りだ。はい。失礼しなかったすみません。で次いきます。はい。今度は同じ総合警備保証をロウソク足を入れた日足でやってみましょう。はい。 先ほど見ていただいたただ5,000円見てください、はい、そうするとね 5, 円を割って上がったでも前の高値まで行ってない、はい、また5,000円を割った上髭げいったんだけど前の高値を超えてない、はい、5,000円を割った、はい、もう一度5,000円を超えたけど前の高値を超えないで力尽きて下がっていく、はい、この下げっていうのはですね一般の皆さんは非常に取りやすいですね、はい、ところが じゃあここから空売りを入れてこの5,000円割ったとこで空売りを入れてここまで持ってこようなんていうのは神業で、うん、ここで空売り入れてこの上げでやられちゃうわけですよ。ね、だってここだって、はい、えっといくらだ400円上げてますからそうですねそうすると500個で空売り入れるじゃないですかでやっぱりね赤と緑はこれ信用しなきゃいけないので「回ヘッジ」ここで入れた売りを持ったまま。 買いを入れて持って。すると上がった分、空売りは損しますが、ここで入れた買いはプラスですか、うん。うん、で、力つきたところでもう一度、まあ、ここの、この辺でもいいんだけど、力つける前に一回空売りを、買いを手締まって空売りを足す。で、多分17本ぐらいしか下がらないので、一回手締まる。ここからずっと持っていくとですね、途中でまたこれでやんなっちゃうそうなんですよね。はい、で、これ多分ね、17本か23 17本ぐらいだと思うんですよ。大体、えー、2、4、5、5、 六八十十二十し十五十十七ぴったりですね。ああそでバリューではだいたい十七本ってあるいは九本。ここも多分九本ですよう。一二三四五六七八九こで九ですね。本当なので売りを入れて買いヘッジを入れて買いそうです。で買いヘッジを外して売りを追加して十七本で一回切ります。でここで当然買いですね。これ赤の上に乗ってます。はで緑の上のた追加です。ただ九本ぐらいまでしかいかないと思ってて九本行って 前の高値行ってないんだから9本な限界ですから、限界まで行ったのに前の高値行かないんだから、はい、1>, 1回買いは手締まって、またここでここで売りでしょう。はい、赤の下に入ってでこれ追加で売りでしょう。はい、そっから下はですね。なんと。 紫青緑赤だからずーっと持ってっていいこれはもう持ち続けていい持ち続けていいわけです<ー>で、はい、ここはですね初めて緑の上に赤が入っているでしょはいここあたりでは一回手じまいですリグーです、はい、でこんなに言うとこんなに簡単にできるわけないだろうと言うかもしれませんが <laughs>、はい、あのできないですこれは練習ですよ <laughs> 練<習>あのちょうど私ねえー、っと十2月千0 2 2年の12月にですねハワイ行って錦織圭君とあのうちでスポンサーやったんで テニスやってきたんだね<ー>で世界のいろんな人とやってきたんだけど、はい、頭では分かってるし K はこうやって教えてくれるからやるんだけどできないですよでも。でも理屈は当たってるんです。はい、つまりりここの空売りを取る方法も、はい 私がが申し上げたたことは当たってるんんだけど皆さんができない、はい、できるようになるためにはこの動画何度も見ていただいて、はい、先ほど私が説明したことを何度も何度も頭の中で繰り返すとですねご自分で説明できるようになりますから、はい、自分で説明できないものを自分でトレードできるはずがないわけですから、うん、これ見たからってすぐやっちゃったらそれはあの刑に教わってすぐテニスやってできないようなもんで刑、はい、が悪いんだじゃなくて私が悪いんですから。 ということで、ええー、短いこの十何分の動画でも、先ほどの繰り返し聞いてください。で、次に進みます。はい、今度は。日経先物、はい、ええー、前の動画でやりましたが、うん、下落するなら、このシナリオだと。短期戦からですね、はい。そうですね。はい、まずは短期戦から下げていきますから。このシナリオに移りゆく、まあ、最終、最終結論がこうだとしたら。はい、日々見ていただいて、この結論にこう。 動き始めているなならば下落なんですねでまた上がってくれば改変時が必要ですが、うん、だんだん先ほどのおやりましたなんだっけ銘柄ちょっとおじさんだか忘れてた総合警備保障の空売りのように、ねはい、一旦上がったり下がったりしますけど、はい、徐々にここに近づいていく動きをしたら、うん、売りを入れて。 上がってきたら買いヘッジを入れてどっかでってしまってまたやっていくうちにも返ヘッジが要らなくなりますから、はい、ストーリーはまず一つこれです、はいねえー。売りに備えましょううとということですね、はいえー、で最初にお話したように日経先物は、はいえー、大きく下がる時は個別銘柄も連れやすなるけれども、はい、日経が大きくう下落をしていない時は個別銘柄は普通に、えー なんですかな下がりきったのは買い出し上がりきったのは売りということで、はい、今回もですねやっぱりあの上がりきった銘柄を狙っていくということをぜひ皆さんにお伝えして、ね、なぜならばね上がりきった銘柄いっぱいあるんですものすごくある今朝見てきた、はい、今朝ねコンフレーク食べながら、はいはい、あこれもだこれもだこれもだ,だ12月の年末です、はい、そうだから皆さんぜひね、はい、あのこの年末の休みか正月に突き、はい、足を見てこうめくってってねはい 上がりきっったた銘柄特にに過去にこうあうがいいですよ月足で見て何年かもうここを越えられないぞっていうのを見つける見つけるといいです、はい、で次の動画ではもっと具体的にですね、はい、いくつかの個別銘柄を使って、はい、上がりきった銘柄下がりきった銘柄をご説明したいと思いますそれから伊沢社長にももう一度、はい、嫌がる社長を引っ張ってきてこれまた次のお話をしていただきますが <laughs>、えー、今回の「売りに備えろ」というのは「 売りの原理、安全な売りの原理を話しましたが、次は具体的な売りの銘柄について、えー、こういう時にやるんだということを話したい。具体的な手法について,ていい、ね。そう,そ,うそう、手法、手法、手法。はい、そう、はい、ですね。では次回もご期待ください。はい、ご覧いただきありがとうございました。はいはい